少年性愛とは、思春期前後の少年に対する性的思考である。幼い少年児童に思考が向かうときは、ペドフィリアの一つの形であると考えられる。また、同性愛の男性が、より年齢の若い相手を求めるとき、性思考としての少年愛となる。女性の場合においても、思春期前後の少年に対し、性的に引き寄せられるものがあり、少年愛思考の主体は、 男女に関係しないとも言える。少年性愛の主体者は、少年愛医者と呼ばれる。ヒワキントスの死少年性愛は、文化的な制度に基盤を置く、少年愛としばしば混同され、また社会的な制度的少年愛自体にも、同性愛の要素や、小児性愛の要素、そしてこの、性思考での少年愛の要素が入っていると言える。制度的少年愛は、 古代ギリシアの社会制度や伝統であったパイデラスティアがその半径となっており、単に少年に対し性的思考を持つという意味の少年愛とは異なる。しかし、制度的少年愛と並行して少年性愛が存在した、することも事実で、両者には重なっている部分があるため、混同が生じている。比較的に例を挙げると、男女の間の結婚の性的関係は伝統的、 歴史的に社会的制度であった。とはいえ男女の性的関係は、これとは独立に存在し、結婚における男女の性的関係と多く、重なり合いつつも、違うものと把握されてきた。結婚は、男女の間の社会的関係として公認されると、共に、規範によって規制された関係であり、夫婦である男女カップルの間に愛情がなく、性的交渉も事実上なくなっても、 両者の婚姻関係が継続していることがある。これと同様に、制度的少年愛の場合にも、制度から来る義務的側面が存在し、年長愛者と年下の少年の間に、必ずしも熱心な恋愛関係や性的関係が常にあるというわけではない。制度的少年愛は、エラステースとエローメノスの間の一種の社会的契約の形式でもあり、 両者にはこのことの相互認識が存在する。性思考の少年愛の場合は、年長者から少年への一方的な性的思考や、連暴で成立しえ、片思いであっても、当事者の年長男性にとっては、性思考の少年愛である。ありがとうございます。